で、その木片に何を書いたんだ。どうせ何も書かなかったんだろう。無理もない。まあ、大して変わる。原始に出てきた青ざめた男を探しに渇きの平原へ向かう。奴がどう絡んでいるのか調べる必要がある。だがその前にあるものを取ってきてほしい。町の中心部にいる商人が持っている。私に頼まれたと伝えてくれ。ああ、その通りだ。三大悪の台頭、リリスとイナリウスの復活、この世界の終わり、全て予見したものだ。イナリウスは私利私欲のために予言を改変した。それを光の聖堂の福音書に載せて、あたかも自分が救世の英雄であるかのように見せかけた。地獄で投獄されたにもかかわらず、勇敢に脱出したこと、栄光の帰還、そして創造したこの世界、大聖堂は彼を褒めたたえ続けるのだ。何千年も地獄で拷問を受けると強情者になるということは書かれていないがな。生贄、悪魔の召喚、リリスから授かった素晴らしい才能を磨いていたようだ。割れた蹄に曲がった背中、濁った瞳、かわいそうに。ほう、あのじいさん、とうとう買い戻すことにしたのか。あのじいさんのことだ。金のことは言わなかったろ。武器を差し上げる前に代金が先だ。待ちな。あのじいさんからこれも買い取ったんだ。もういらないと言っていたが、きっとこれも取り戻したいんじゃないか。ただでいいよ。お達者で、旅の人。なあ、すまない。それとアミュレットも渡された。これは何だ。オラドリムの印。古代の学者と魔術師の組織だ。悪魔からサンクチュアリを守ることを誓っている。最近は少なくなったがな。別のホラドリムがいる。どうなんだ。傲慢な奴だが、それに匹敵するぐらい悪魔に詳しい。頼りになりそうな男だ。うん、スコスグレンで彼を探すといい。だが大聖堂のことも忘れるな。彼らはお前を待ち望む。仲間としても役に立つだ。一緒に来ないのか。青ざめた男の正体を探るため、
渇きの平原へ出向く。後で合流しよう。とにかく気をつけろ。リリスとの絆、お前が見た原始、彼女を見つけ、その野望を打ち砕くのはお前しかいない。人の人生というのは予期せぬ時に交わり合うものだ。それは偶然だろうが、運命のいたずらだろうが、我々にできることは何もない。嵐をさまよう放浪者がリリスの血を食わされ、一人の僧侶に助けられた。異なる人や事件が何かによって引き寄せられる。運命の力なのか、それとも大いなる力が糸を引いているのだろうか。憎悪の巫女から人類を守れるかもしれない。私はそう思っていた。放浪者とリリスとのつながりが私に希望を与えたのだ。とんだ驚きだ。ボザンが我々の税を納めるためにメニスタットへ行ったのですが、まだ帰ってきません。道を捜索して何かあったのか確認してくれませんか。大聖堂に税を納めなくてはなりません。Thank you.
義が必要だ。エネルギーが少ない。そうだ、護衛が裏切り私の命を奪おうとした。意識を失う前に崖から転がり落ちるのがやっとだった。キヨ馬車殿に戻り騎士の護衛を頼みたい。どうかメニスタットの商人タルガン卿に10分の1勢を持って行ってくれないだろうか。感謝する。必要な手配をしなくてはならないので失礼する。どうしてこんなことこれをこんなものを受け取るわけには。どうか自制心をお持ちください。ああ、もちろんだ。続けろ、イスシ。
地に着く前に森の暗闇の中で目が見えたわ。光る目よ。こんなに怖いのは初めて。安全な旅路を。ある取り決めがうまくいかず、ゴロつきのラスカスに保護を受けろと揺すられた。奴は北西への道の近くで野営している。奴が盗んだ宝石を取り返してくれればそれなりの見返りを約束する。メロスの使いか、あの育児なし商人の。あいつを痛めつけないとな。頼んだことは終わったのか。素晴らしい。やはりお前は信頼に値する。噂が広まってるから耳にしたはずだ。我々が弱者に煩わされることはもうない。弱さを克服するのはただ力のみ。力こそが我々の運命なのだ。
できました。ここでは無理だ。